皆さんこんにちは。今回は動きのコツのリハビリでよく行うお辞儀、そして立ち上がりについて詳しく動画の中で説明していきます。皆さん見逃してたり聞き逃さないように最後までしっかり見て練習に生かしてください。では始めましょう。はい、それでは今回は麻痺側が右で説明していきます。普段動きのコツでお尻を感じたりお辞儀をしてから立ち上がるという話をしていますよね。これいろんな理由があるからここが重要なんですが、ただ立ち上がるために重心を前に移動するためにお辞儀しているわけではないんです。当然立ち上がるためには重心を前にするからお辞儀をする、そこが大事なんだということもありますよ。ありますが、それだけではないんですね。はい、立ち上がる前には足裏で支えなきゃいけないから足裏を感じる、それもあります。でもでもまだまだあるんです。はい、そういう部分を説明していきましょう。皆さんはどんなことが考えられますか？お尻感じること、ね、足裏感じること、中には太ももの裏を感じることなどおっしゃる方もおられます。それも正解です。しかし、じゃあなぜなのかということですね。はい、これらは全部生活場面の立ってる姿勢や歩いてる姿勢に影響してくるし、手を使うにもつながってくるんです。はい、まず手を使うにつながるためには手をテーブルの上に伸ばしていく、床のものを取るためには体が安定していないといけませんよね。不安定なままで行こうとすると転倒してしまったり前にずるっと行ってしまったり、これでは安定してね、座ってられないので手をテーブルに伸ばすことも難しくなります。そのためにはしっかりとお尻から、ね、感じて太ももの裏、足で踏ん張って手を伸ばしていく、床のものを取りに行くというふうに安定感を確保するためにも重要です。さらにこの骨盤が寝てる状況、後ろに倒れてる状況では手を伸ばそうと思っても遠くのものが取れないですよね。ってなれば骨盤をしっかり起こして付け根をぎゅっと縮めて太ももに力を伝えて手を前に伸ばす、この方がより遠くに手が伸ばせますよね。はい、こういうところからも手のためにも座り方は非常に重要です。良い側に傾いてても手がうまく伸ばせませんので、しっかり麻痺側を感じましょう。さらに歩きにつながるためにも重要です。歩く時に足首がぐねっと小指側の方ばっかり支えてしまって内反と言われる症状が出ているとか、足指が曲がるというこういう症状がある場合にも、このお辞儀の時にしっかりと足の力の伝わり方が正しくですね、感じられていなければ立った後歩いたところにうまくいきません。ここで変に足がぐらぐらしたり力が入りすぎてしまうと、立ち上がって膝を伸ばすときに麻痺側の膝がピーンと突っ張ってしまったり、ギュッと足が曲がってしまったりしやすいです。そういうことがないようにこのお辞儀からしっかり麻痺裏を感じようということが大事です。力が余分に入ってない中で動くことが楽に動くためのポイントになってきます。さらにさらに歩くためには姿勢も大事になりますね。この姿勢が
崩れてしまって立ち上がるでは歩いた時にも姿勢が悪くなります。そのためにも骨盤を起こして腹筋背筋が働いてお腹の筋肉も働いてお辞儀ができる。こんな風に座った中での練習っていうのはいろんな場面に生かされますので、ぜひ皆さんもですね、座った練習ができてると思っててもしっかり見直してやってみてください。リハビリを頑張りたいけど体の変化が実感できない人に向けた朗報です。変化が実感しやすい自主練が自宅でできる一人でリハを今なら無料で体験できます。詳しくは概要欄をご覧ください。頑張っても成果が出ないのは頑張り方を間違えているから。正しいリハビリで成果を実感しませんか？